はい、皆さんこんにちは。今回はね、本日動画3つ目になりますけどもね、1日に3つ以上動画上げちゃダメよって言ってね、Google さんに怒られるんですけどもね、まあ、3つまでなら3つはいいかなみたいな感じでね、上げております。はい、Google さん怒らないでくださいねって感じでね、やっておりますけども、これなんで1日3つ目これ出してるかと言いますけどね、今日お昼動画で夕方動画出してるんでね、まだの方は見ていただけたら嬉しいですね。はい、でこれがですね、何だったかな、サンダーボルトマンのジムを改造したキットですね。はい、昔作ったやつですね。はい。まあ、改造説明などいたしましょうか。頭をね、ジムスナイパーに変えております。で、ちょっとね、今だちょっとここ色塗ったばっかりなんですけど、ね、補修して、アンテナがね、これも折れてましたんで、真鍮線に変えて、ミドライトブルーで塗っております。乾いたらまた処理しますので、ね、もうテラテラなくなります。はい、で、なんか増加倉庫っぽいの、ね、薄いのをここにつけてます。はい。見えますでしょうか。で、まあスナイパーライフルですね。で、ここ肩のところに多分このヒンジがもともとついてないような気がするので、ちょっとノーマルキットのことも忘れましたね。うろ覚えなんでね、多分こういうのつけてると思います。なんかね、ディテールアップ、多分これもついてるんじゃない、つけたような記憶があるんですけどね。で、リーク線型の盾、まあ、こうアタッチメントでこう外れるようになったと思うんですけどね、はい、つけております。で、もともとこのジムについていたビームライフルというか、ジムのスプレーガンなのかちょっとわかんないですけどね、もうこれ両面テープでつけております。で、バックパックはスナイパーのものついております。はい、こんな感じになっております。いかがでしょうか。はい。で、これをなぜ紹介しているかと言いますと、ですね、3000人登録者様突破記念ライブをしてもらったハゲさんの NT チャンネル、デリンジャーテンテルオーですね、のチャンネルでまたね、4000人突破でやりましょうよという話になっておりまして、告知などをねしてくださいねって話をしてたんですがね、テルオーの方がちょっと忙しいみたいで、まあ NT なんでね、だいぶ忙しいんでしょうね。告知などちょっと遅れましたのでね、私の方でも動画にしてね、皆様にお伝えできればなと思ってやっております。で、昔作ったジムを修復しますか、直しますか、なんか動画ちょっと前に上げたんですけどね、そのジムをプレゼントと、まあライブ4000人記念ライブいたしますのでね、そのライブ中に、来て見に来ていただいた視聴者様にプレゼントするというね、企画です。で、嬉しいことにね、テルオと私ね、両方見ていただいている視聴者様からね、テルオも私も同時にね、プレゼントいただきましてね、まあすごく嬉しくなって、じゃあプレゼント増やそうという話で、この動画作っております。なので、今映ってるサンダーボルト版ジムを改造してジムスナイパーっぽく作ってみたスナイパージムですね、をライブ中にプレゼントいたします。なので、プレゼント2つに増えておりますっていう報告動画ですね。はい。いかがでしょうか、こんな感じで。はい。で、まあ一応ね、チェックなどしてからお送りしようかなと思っておりますけども、ライブ中にですね、テルオがなんか挙手なのか、なんかこう乗って書いてくださいみたいな感じで、欲しい方は乗って書いてくださいみたいな感じで多分抽選いたしますのでね、はい、遊びに来ていただければと。で、他のテルオの動画だったかな、自分の動画ちょっと忘れましたけどね、時間ない方も1分でも2分でも来ていただいてね、乗って書いていただければ、それが、まあ、ご応募ということでね、テルオの方が対応いたしますのでね、時間ない方もちょっとだけね、1分でも2分でもいいんで、時間作って応募していただけると嬉しいです。はい。で、昔作ったプラモデルとかね、こうやって
まあまあ これでもいいよという方がおられればね、今回の応募があればですね、またちょこちょこ出していこうかと思っておりますのでね、はい、お付き合い願えたらね嬉しいですね。はい、で、あとはそうですね、ご参加いただける方たちですね、まずはその尾形理沙さん、クラムカフェ尾形理沙でねチャンネルやられております。すごくね楽しいゲームとかゲーム実況動画であったりね、プラモ制作、お歌もね歌われててすごく上手な方ですね。綺麗な女性の方ですんでね、もしまだ見たことない方はね一度見られてもらって、チャンネル登録などねしていただければ嬉しいです。でもう一人がね、カントリーボーイホビーチャンネル、まあラジコンメインにね動画上げております。たまにね違った動画もね、怖い感じの動画もねたまにね上げておりますが、はい、カントリー自体がねそういう現象に見舞われることが多いみたいなんでね、そういう感じの動画もたまにありますんでね、怖いの好きな方、ガチのね作られたそういうやつじゃないんで、ガチなんでガチなやつでも大丈夫な方は一度その見ていただければなと思います。でその他のね動画は楽しいラジコンの楽しいね、車のラジコンの動画上げてるんでね、ぜひ、ご覧になっていただければなという感じです。はい、まあまあ登録者様のねカントリーも1000人超えて、これからどんどん頑張っていこうかというところなので、ね、ぜひ応援お願いいたします。そしてね、メインのホスト、メインゲストは多分私になるんでね、私をお祝いする会みたいなのをテルオっていうやつがしますんでね、はい、先ほど言いましたけども、チャンネル名がハゲさんのまでがひらがなですね、 NT がアルファベットで、チャンネルが何だカタカナかな、英語かな、チャンネルがちょっとカッコつけて英語で書いて、でカタカナでデリンジャー、で点でテルオ、これもカタカナですね、のチャンネルの方でねライブいたしますので、まあついでにねチャンネル登録などもしていただけるとねありがたいんじゃないかなと思いますね、はい、そしてね私もメインチャンネル4400本日付で50人になっております。ありがとうございます。登録いただいている方、まあご視聴いただいている方はねすごく嬉しいです。ありがとうございます、いつも。そしてね、サブチャンネルの方もやっておりましてね、サブチャンネルの方が今何人だったかな380人ぐらいだったかな、どうだったかなちょっと見ますね、はい、ただいま384名の方がね登録いただいております。でありがとうございます、ありがたいですね。そんなにね面白い動画とかを上げれてる自信がね、メインもサブもあんまりないんですけど、サブは特にね自信のない動画上げておりますのでね、それでもよかったらねお暇つぶしに見ていただければなという感じです。そしてね、サブチャンネルが1000人になりましたら、ライブ放送いたします。メインチャンネルではねライブ放送いたしませんのでね、サブチャンネルの方でやらせていただければなという感じですね。でなぜ1000人かと言いますと、まあ Google さんのね規約がありまして、私パソコンがちょっと苦手なもんですから、iPad、ね、でやっております。動画編集とかね録画とか全部ですね。でiPad だと携帯っていう分類になりますので、携帯で、ライブをするにはパソコンのなんか機械がないとダメだという話でね、携帯ではライブできませんということなのでね、まあ、1000人になったら記念ライブであったりとかね、皆さんとお話、レスポンスのいいお話ですね、できればなと思っておりますので、ね、ぜひ登録の方よろしくお願いします。そしてねテロの方とね、まあ、話しておりまして、私のサブチャンネルに上げる動画、そしてまあテロの方で上げる動画、そしてライブかな、テロの方はライブも含みで、2人でゲームをやっていきましょうという話になっております。ゲームの
タイトルがですね、プレイステーション4で、発売されております、7 Days to Die かな。っていうね、ゾンビゲームですね。ゾンビゲームを2人で、なんとなしやっていこうかなと。7日ごとにゾンビが襲ってくるっていうゲームでね、その間に、物を拾ってね、なんか物を作って、家作って、ゾンビに負けないように頑張りましょうみたいなゲームなんですね。それやっていきますのでね、テルオの方はね、まだちょっと準備できておりませんのでね、準備でき次第、やりますので、ね、ぜひご覧ください。ついでにね、もうちょっとね、こう後ろ見せましょうか。後ろに変えて話しましょうか。はい、こんな感じでね、ちょっと手取っておきましょうね。サブチャンネルの方でね、ゲームの方、怒られない限り、ゲームの方をやっていきますんでね、今予定しているのはダンバイン聖戦士伝説ってやつですね、プレイステーション1のゲームになります、うん、そちらの方をね、すごくチープな録画の仕方をしながら配信動画のアップしていきますのでね、そちらの方もご覧いただければなという感じです。はい、今回はですね、このプレゼント企画用のジムスナイパーっぽいやつと、まあチャンネル報告というかね、チャンネルのこれからの報告っていう動画でした。はい、もう一度ね言っときますけどね、2020年の7月24日。金曜日の夜20時8時ですね、夜8時から尾形梨沙さん、カントリーボーイホビーチャンネルさん、テルオ私でね4人でライブいたします。ハゲさんの NT チャンネルテル、デリンジャーテンデルテルオ、はいのところでねいたしますので、ぜひ、遊びに来ていただけたら嬉しいですと。はい、それではこの動画面白いと思いましたらグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしければ、尾形梨沙さんのチャンネル、カントリーのチャンネル、テローのチャンネル、そして私のメインもサブもよろしくお願いいたします。それではさよなら。